皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の高語録のテーマは考えて動かないのはゼロと一緒ということについてお伝えしていきたいと思います。コンサルをしているとですね、動きとか、内容が停滞している方とお話しするケースも、あるんですよね。でその時に大体その方がおっしゃるのは、いろいろ考えててで思考がぐるぐるしちゃって何も行動できませんでしたとかいう答えを言う方いらっしゃるんですけれども、それがご自身の中では考えたっていう実績というか事実はあるのかもしれないけれども、例えば私とか例えば外から見ている人からすると何も動いてないのと全く一緒で、本当に何も考えてなくて動いてない人と一生懸命考えて動いてない人は結果は一緒なんですよね。外から見た結果は一緒っていうことです。例えばSNS とかね、発信をするとかいうのは苦手でとか、いろいろ考えてて何をしようか考えてて、投稿が一個もできませんでしたとかいうのが現実だった場合に、これ何にも考えないで投稿してない人と一生懸命考えたけど何も投稿しなかった人と外から見た事実は一緒で、この人は一体何を考えてるのかっていうことは伝わらないってことは全く一緒なんですよね。で、たちが悪いのがですね、その考えてましたっていうことで自分を納得させた場合にゼロの人とは自分は違うっていうふうに思っちゃうのが大いなる勘違いなんですよね。外から見る分には動いていないゼロの状態は変わんないっていうことを自覚する必要があるんです。っていうことはですね、考えてるだけでは意味がなくって、現実の世界では現実的に動かないとですね、誰に対しても何の影響も及ぼすことができない。だから考えた自分っていうのは自己満足の世界の中で終わってるだけだ。発信力がないとですね、人には伝わらないんですよ。だから言葉を発する、行動を見せる、何かを現実の世界に落とし込まない限りそれはやったことにならないっていう現実的なルールがあります。なので自分を慰めるのはいいんですけれども、外向きに何かを出していく、発信をしていくっていうことをやらない限りはやってないのと全く一緒っていう、このあたりはですね、厳しい現実なんですが理解をしていただきたいという点なので、今日はねそんなお話をしてみました。考えて動かないことはゼロと一緒だっていうこの起点から考えると、もう動くことしかない、一択しかないっていうことになりますから、ぜひそんな観点で動いてみてください。よろしくお願いします。それでは。